い、ふうです。こんにちは。最近新しく登録してくれた皆様、ようこそいらっしゃいました。古いお客様もいつもありがとうございます。今日はね、何の変哲もない平凡な42歳独身女がスーパーでお買い物してきたものをゆるっとお見せしますという、あまり人生の役に立たない感じの動画でございます。近所のスーパーを物色してきました。さあ帰って買ってきたものをオープンします。うま、かわいいでしょこれ馬柄のエコバッグなんです。かわいいですよね。お友達がねくれたものを使っております。今日着てるカーディガンは、去年アローズグリーンレーベルで買ったものです。パンツはチャコットのトレーニング用のものを履いております。この日ね、髪の巻きがいい感じにうまくいったんですよ。リファーの 32mm のアイロンでいつも巻いてます。さあ、じゃじゃーん、こんな感じです。ほうれん草としめじとみかんと、タンパク質をたくさん摂りたいので大豆とシーチキン、白菜安くて美味しいですよね。お豆腐とお味噌汁用のお味噌と、ちょっとお菓子もね買っちゃいました。なんか無添加で変なものあんまり入ってないのでいいかなと思って買っちゃいました。こんな感じでした。さあ、じゃあ冷蔵庫に片付けるものと分けていきます。そう、しまう前にね、こういう外側の袋って邪魔だから、私必ず剥いてからしまうようにしています。本当はね、綺麗なタッパーとかに入れてしまった方が美しいのかもしれないんですけど、そのタッパーを保管しておく場所も邪魔くさいなと思っちゃうので、そのまま冷蔵庫に突っ込んでます。この味噌の上のさ、あのシールって私全部剥がす派なんですけど、どっちが正解なんですかね。ちょっとペリペリっていうやつがね開かなくて、ハサミを使って無理やり開けました。私はお料理大嫌いで苦手なんですけれども、なるべく栄養のあるものを安く、あの体のためにいいものを食べたいと思っているので、自炊をするようにしています。ただ人に出せるレベルのお料理は本当にできません。はい、では白菜がこのままだと邪魔くさいので、余計なところを切ってしまいたいと思います。野菜は特に好き嫌いあんまりないんですけれども、その季節で安いものを買うようにしています。あと皮を剥いたりめんどくさいくないやつが一番ですね。キッチンがね小さいんですよ。4倍速でご覧いただいております。適当にザクザク切って、大きいジップロック、これはIKEAで買ったやつですね、それに適当にしまうだけです。はい、完成。じゃじゃん、冷蔵庫公開です。さっき買ったものをしまったのと、あとはご飯用のつぶつぶとか鰹節、調味料がこんな感じです。お醤油と酢と麦茶、お酒は飲まないので入ってません。いつもこんな感じで適当に野菜を入れてお味噌汁を作って飲んでいます。お料理は自分が食べれればそれで良いのです。
鰹節かけると美味しいよね。このポップコーンもね、美味しかったです。薄味でしたけど、いつも立ち食いです。では今日もゆるっとご覧いただいてありがとうございました。皆さんの冷蔵庫事情もぜひ教えてください。またね、バイバーイ。